船田さんってお宅の声なんだな。船田さんってここだよ。あ、そうか。忘れちゃいよ、忘れないで。わからないな、こう古くっちゃ。なんじゃね。本給の通知です。豊見のところはお客様か。美智子さんです。ああ、滝沢さんのご令嬢か。皆川君は。今日は美智子さんお一人なんですよ。ああ、そうか。いや、いやよ。見ててよ。嫌だったら。いいじゃないの。じゃあ謝るから、もう一遍見ててよ。いや、いや、冷やかすんですもの。冷やかしなんかしないわ。きっと。きっとよ。本当のこと言っただけよ。皆川さんはテニスの選手で、高山市だって。ひどいわ。でも私、あなたにいい人をご紹介してよかったと思っているのよ。二人で取ったのないの。ええ。あるんでしょう、他に。あら、ないわ、本当に。じゃあ、今度取ってあげるわ。皆川慎太郎、同じくその愛人、豊見。ちょっと憎いわ。あら、あなただって、達夫さんと5月には結婚ゴールインなさんじゃないの。あんまり楽しくないわ。見合いプラス、婚前交際なんて。だけど、達夫さんって言い方らしいわ。そりゃいい人だとは思うけど、でもまだ本当にあの人のことが分かっちゃいないのよ。私だって恋愛したいと思っていたんだけど。あら、贅沢言ってるわ。達夫さんと見合いした時、もっとはっきり嫌だと思えるところがあれば断ることだってできたかもしれないけど。別に嫌なところもなかったんでしょ。うん、私は身近な人とはあんまり親しくなりすぎちゃ書いてダメなの。達夫さんたら、私が12歳の頃から好きだったって言うんでしょ。私だって皆川さんのこと自分で分かってると思えないわ。やっぱりただいい人だと思うだけ。そうなの。お互いにだらしがないわね。皆川さん学校卒業したんでしょ。ずいぶん合わないのよ。私だったら去年外交官の試験が通った時に結婚しちゃうわ。そんなゲートはできないわ、私たちには。二人ともおとなしすぎるのよ。私、うちを出るのが下手でしょ。皆川さんもあんまり来ると変に思われやしないかって遠慮するたちだし。それに手紙だって10日に一度ぐらいなのよ。不便ね。もっとパリパリやったらどう。それにね、あの方、外交官の試験にパスなすって嬉しかったけど。何か心配でもあるの。うん、私じゃないわ。心配してるのうちの母様なのよ。なぜ。外交官ってとにかく派手でしょ。だからとてもそんなとこお嫁にやりきれないって。それにお父様も二の足を踏んでるのよ。お父様も。ええ、あの方のうち、お召しの売り元でしょ。相当なお金持ちだろうからうちとは釣り合わないって。そんなの困るわ。本当よ。うちとうちとも結婚するんじゃありますね。そうよ、当人同士が言うからそれでいいじゃないの。普通のお父様だったら少しでもお金のある男に娘をやりたがるのに。そんな頑固なこと言ってちゃ困るわね。とにかく会いたいわ、私。会えばいいじゃないの、今日でも。飲めよ。さあ、乾杯。我らの卒業祝い、合わせて未来の外務大臣、皆川慎太郎閣下の輝かしき門出と、それから、なんて言ったかな、君の恋人。まあいいや。皆川外交官、最愛のリベ、彼女氏のために乾杯。おい、
どうしたい？元気を出せよ。ああ、そうそう。トミと言ったな。トミさんのことでも心配してんのか？おい、どうしたんだ？さあ、飲めよ。どうしたんだよ。親父からだな。うん、困ったよ。どうしたんだ。あの人の好きな曲よ。まあいいわよ。やましょうよ。私を送るって言って。ええ、そうするわ。少しお早いんですけど、お夕食を。一回長いしちゃって。いいえ。この度はおめでとうございます。いよいよお片付きになりますので。いやだわ、おばさんは。お片付きになりましても、どうか今まで通りに。ええ、遊びに伺わせていただきますわ。遠慮なく。あの、ねえおばさま。何でございますの？今晩、豊美さんと出かけてもいいですか？ええ、どうぞ。浅草へでもいらっしゃるの？ええ、浅草へ行ってもいいんですの。よろしくお願いします。じゃあ、ごゆっくり。どう？うまいもんでしょ？ダメ、ダメよ。聞こえたかしら？大丈夫？今年はとても目がきれいにされたのよ。新太郎さんに持ってってあげるといいわ。ダメよ。不景気のため押され押されての借財にて当家の没落は眼前に迫りおるわけにてそう。困ったね。負債も4万円ほどになり、そのうち返済に急を要するもの2万円か。君の親さんも勉強の障りになると思って君が卒業するまで知らせなかったってわけだね。親父か。しかしこの 4,5 年来の不審は織物買いばかしじゃないよ。とにかく問題は負債整理のための政略結婚だな。親父さんもよくよくのことなんだろうが、この際渡りに船って口なんだね。親父がこんなにもなるものかと少し浅ましく思えたよ。いや、それに弟さんたちも学校を途中でやめなきゃならない。今期の迫ってる妹さんもお嫁にも行けないなんて、もちろん考えてあげなきゃならないことだが、君は一体その真山六郎の次女ゆりえさんっていうのよく知ってんのかい？この手紙によると、そこもとも幼児より十分見知り合いのはずって書いてあるが。一度か二度見たことがあったかな。少しハイカラすぎるとの非難もこれあり、そうらえども統制風の美人になることはひなにはまれってやつだな。ところが桐生じゃね。持参金2万円なりの花嫁か。相手は外交官という君の将来を見込んだってわけだな。お定まりの成金根性さ。どうする考えだ君は。無論断るさ。もし豊美さんってものはなかったとしたら。あるいは結婚するかもしれない。うん、それが本当だな。特に君のように出世の多い外交官生活やね。だが今の場合、事態はそう簡単には許されんぞ。これは一応豊美さんに相談した方がいいんじゃないか。無駄だよ。かえって心配させるのが関の山さ。大丈夫だよ。それはたとえお父さんの前で立って君の心は動くはずはないけど。もちろんさ。このことははっきりと断って、後の思い出話にでもするさ。まあとにかく一応国へ帰ってみるんだな。
帰るって言えば僕はもう失血だ。そうか。じゃあそこまで送ってこ。まあしっかり片付けてこいよ。門の前まで送ってってあげるわね。歩いていくの？洗濯で飛んできたの？そうじゃないの。意地悪。いいわ、泊まりたくなんかないわ。じゃあお帰りなさい。いやじゃあ洗濯持ってあげるわ。あ、来た。知らないわ。ねえ、さっき二人ともよく相手を知らないって言ったわね。そうよ、男の人なんて結婚してみなくちゃ分からないかもしれないわ。だから結婚なんて富くじみたいなもんよ。お互いにいいくじだっていいわね。ここへお祈りしようかしら。あら、そこは子育て観音よ。そう、少し早いわ。長尾さん、ちょっとお出かけになりましたけど、すぐお帰りになります。あら、そうですの。じゃあ、あのお上がりになっていらしては、どなたかお見えになったらお待ちくださるようにって。はあ、じゃあちょっと失礼させていただきますわ。どうぞどうぞ。おお、いらっしゃい。おかえりなさい。濡れたでしょ。よく来てくれましたね。今友達を送ってきたんです。卒業の心得合いに一杯やりましたね。ああ、そうでしたの。あのね、私卒業のお祝いを言いたかったのよ。どうやら学校だけは卒業しました。よかったわ。今日ね、美智子さんがうち遊びにいらしてここまで送ってくださったのよ。
どうしてもあなたに会いに行けって。それでやっと来てくださったわけですね。やっとじゃないわ。私だって。思いがけなかったもんだから。ありがとう。あ、コーヒーでも入れましょう。私するわ。分かってるから。迎えに来てちょうだい。明日の朝9時。寝坊しちゃダメよ。なあに、それが許嫁の尊い義務っていうものよ。脅かさないでくださいよ。いたって気が小さいんですから。もしもし、もしもし。じゃあお天気でしたら大樽にあたりまで乗しましょう。じゃあ、さあな。よ、どうしたい。しばらく。いや、いつもほがらかそうだね。いや、おかげさまで。今もね、水川のとこでね。どうしたい。相変わらずか、水川。うん、それがね、君、いいんだろ、もう少し付き合ってくれても。うん。美智子さんに怒られるとでも言うのかい。そんなことはないよ。君にもね、聞いといてもらってもいいことだと思うんだわね。なんだよ、そら。まあ、かけろよ。そうか。うん、皆川もとんだ災難だよ。しかしこうなると親父さんもおいそれと豊美さんを許すかな。うん、皆川はどんなことがあろうとも親父さんは説き伏せてみせると言ってるがね。おい、これはやっぱり豊美さんに一応話しておくべきだな。うん、いい結果の場合は笑って済ませるけど、もしもの場合には困るよ。うん、あ、水。手紙の後、ずいぶんお待ちしてましたの。僕、行こうと思ってたんです。そう思っただけね。国に帰る前に、ぜひ一度お尋ねしようと思ってたんです。国への卒業のご報告。ええ、それよりもこの際、あなたのことを話して両親の許しを言っておきたいと思いますし。そう、嬉しいわ。豊美さん。何？少し酔ったな、僕は。豊美さん。どうかなすって。僕はあなたがいるんで本当に幸せです。私だって。僕はきっとあなたを妻にします。待って。うん、大丈夫？記者の時間。大丈夫よ。まだ間があるわ。そう。話して何？歩きながら話しましょう。え。慎太郎さんに何か聞かなかった？何？話してくれなかった？何よ、やぶから棒に。やっぱりわかんないわ。話せなかったのね。何かあったの？私のこと。実はね。慎太郎さんのことなの。どうかしたの？私、達夫さんから聞いて、ぜひあなたのお耳に入れておいた方がいいと思ったので、お呼びしたのよ。
一体どんなこと？あのね、心配しちゃダメよ。元気を出さなくちゃ。ありがとう。大丈夫よ。慎太郎さんに聞いてみる？聞くのよ、すわ。なんだか詮索がましくって、かえってあの方の気持ちを傷つけるようなもんですもの。そうね。だけど。私、信じているの。きっと私に心配させたくないって黙ってらっしゃるのよ。そんなに信じられる？ええ。あの方、私から離れてなんてお行きにならないわ。じゃあ私ここで失礼するわ。ごめんなさい。私も慎太郎さんに会ってきたんだけど、それとなく電気をつけておあげなさいな。ありがとう。じゃあ、さよなら。さよなら。よろしくね。美智子さんがよろしくって今別れたのよ。そう、帰ったんですか。ええ。あっちでかけましょう。これありがとう。元気がないですね。どうかしたんですか。いいえ、私あなたがお国お帰りになるのなんとなく嫌なの。僕も帰りたくないんです。国帰るといろいろうるさいんで。すぐ帰ってきますよ。できればあさって帰ってきます。きっとね。きっとです。私心細いわ。何が？何やって、私のこと、あなたのお父さんも許してくださるかしら。許すも許さないもないですよ。僕たちは、もう別れられないんですし。ご夫婦ね。とにかく決まったことについて、親父だってぐずぐず言うわけありませんよ。ありがとう。安心してらっしゃい。どんなことがあっても、僕はあなたのものです。何してんだい？あ、何でもなんだよ。慎太郎兄さんのお土産探してたんだ。
昨夜もらったじゃないか。その他にさ、こいつ欲張ってやがら。実はね、兄貴の恋人の写真とかないこと探してたんだ。バカ、兄さんそんなのか入れとくもんか。兄さん、親父とまだ揉めてんだろ。うん、新太郎兄さんでも恋愛なんてすんのかな。生意気言ってやがら。何すまんなこと言っちゃんの、二人して。早く学校へ出なさ、もう時間よ。ねえ、姉さんは恋愛結婚かい、それとも未来結婚、どっち賛成する。そんなこと知らないわよ。それで見るの恋愛結婚のくせに。バカねえ、ぐずぐずしてと学校遅れるわよ。いいよ、もし学校辞めなきゃならないんだろ。そんなことないわよ。辞めたら僕は苦学するよ。翔介は寛解に行くか。嫌なこと。くだんなこと言うもんじゃないわ。お父様に叱られてよ。行ってまいります。私の言うことがどうしてもわからんのか。とにかく2万円の持参金のほかに、こちらの負債整理についても十分お力添えをくださるということだ。わしはこれで数年来の修理をやっと開いたような思いがする。それがお前にはまだわからんのか。わかったんだろうね、お父さんのおっしゃったこと。第一に真山さんはこの桐生でも一番の旧家で財産家だ。とにかくお前の外交官生活にはいろいろ出費も多いんだし、お嬢さんだってお前が将来どんなに出世をしたって決して恥ずかしい相手じゃない。お前のためにもうちのためにもまたとない良縁ですよねえ慎太郎。なんとか返事をしなさい。どうする気だよお前。とにかく見合いだけはします。てくれるかい。で、僕は東京へ帰らせていただきます。何？結婚だけは勘弁していただきます。貴様にはまだ分からんのか。わしがこれほど言っても。分かります。しかしお前まさか東京のその方と夫婦約束をしたんじゃないだろうね。バカ、何を言う。お前までそんな。わしは認めん、そんな女。でもあなた、貴様はそんな女に夢中になって親兄弟を見捨てこの皆所を潰す気か。そんなことありませんよ。うちを潰すなんて。いや、潰す気だ。出題続いた皆所がどうなってもいいというんだ。まさかあなた。よろしい、お前がそんな気ならわしはご先祖様への申し訳に腹を切って死んでやる。あなた、そんなことなすってねえ慎太郎。誰か早く来ておくれ。慎太郎、私たちの身にもなっておくれねえ慎太郎。うるさい、もう何も言うな。こんな奴に武士から旗屋になったこの皆所だ。わしは死んでやる、死んでやる。あなた慎太郎にはよく分かってるんですねえ慎太郎。なんとか言っておくれ、なんとか言っておくれ。兄ちゃん分かってるわね。そんな女に夢中になって親兄弟を見捨てこの皆所を潰す気か。
うございません。ユリエです。真山の。真山さんのお嬢さんでしたか。お変わりになりましたね。あなたお変わりにならないわ。変わるって、あなたが前などお乗りになることですよ。街では驚いたりしませんか。どうですか。多分驚いてるでしょ。僕も驚きましたよ。東京で覚えたのよ、馬に乗ること。街では2、3日前から乗り始めたの。どう思ったっていいわ、こんな街の人。こんな街ですか。ユリエは馬ですわ、また。困んな、いつまでも天馬で。本当に、皆川さんとこででももらってくださらなかったら、あの子の嫁の口はございませんわ。あの時分、あなたは15区でしたね。女学生時代よ。1年ぐらいの時だったかしら。あなたもちょうど夏休みで帰省中でしたわね。高等学校時代でした。そうそう、あの時私、お辞儀したのよ。そしたらあなたってば、誰だいってな顔なすって、私の顔をじろじろ見てたのよ。私が通り過ぎると、いきなり野蛮な声で涼歌を歌い出したわ。あの頃からあなたを忘れしなかったの。いや、どうも。でもお父様がいくら古風な見合いなんか計画してもダメね。こんな風に偶然にお会いしてしまうから。じゃ、またお見合いの時嫁にかかるわ。そんなに皆川さんのことを気にしてらっしゃるの。お前さえ真面目ならきっと許してくださるよ。私はお前の幸せになることなら何にも言いません。お母様からもお父様によろしくお願いしてね。バカにしてるわ。みんな勝手な世間話ばっかりしていて。しかし老人にとっては厳粛な行事なんですよ。おかしな行事だわ。こんなことで私たちの大切な一生涯の運命が決められると思ってんのかしら。退屈でしょあなた。いいえ。
ここにダンスホールあるのご存知？知ってます。ダンスなさいます？ほんの真似事です。ああ、お上手なのよ、きっと。いえ、外国行った場合の用意に教習所2ヶ月ばかり通いましたが、まだ上手じゃありませんよ。大丈夫よ、私あなたがね、ステップ間違えてもついていかれるわ。で困ります。いや、あれぐらいほがらかで元気でないとこれから役に立ちませんよ。いや、結構です。何？さっき何かおっしゃりかけたわね。実はあなたにゆっくりお話ししたいことがあるんですが。今晩じゃいけないの？今晩はおかしいじゃありませんか。あなたと僕とこそこそ話するなんか。そうね、じゃあ明日でも明後日でもいいわ。お電話くださいな。明日お会いしましょう、水道屋まで。え、いいわ。でも言い方らしいわ。ねえ、見合いだけで結婚するの怖いとお考えになりませんか？怖い？そりゃ少し怖いわ。でも恋愛から結婚に入るのも同じように怖いんじゃないかしら。そうじゃありません？嫌だわ、生意気なやつっていうように見てらして。でもあなたは一通りのことを何でもなったように、あなた自身の結婚哲学を持ってらっしゃる。私の言ってることおかしい？いや、おかしいどころか立派な一加減ですよ。いいわ、バカになさるんなら。呆れたでしょ。私ずいぶんおてんばなんで。いえ、呆れはしませんけど、少しもよそ行きのないしたいことをなさるお嬢さんだと思いますね。私ね、お兄様がないでしょ。それにお父様なんか私とはまるで違った世界の人でしょ。だから女として少し変わっちゃったのかもしれないわ。でも男の人ってどんなこと考えてるのかわからないわ。だけどあなたのことは。わかるとおっしゃるんですか？とにかくわかるような気がするわ。今あなたがおっしゃろうと思ってらっしゃることだけは。
お父様のお話ではあなたのお家でぜひって言ってるって言うのよ。だからあなたはどうかしらって聞いたの。無論あなたも希望してるだろうっていうの。違うわね。私ね、あなたとお会いした時からあなたはお父様に引きずられて見合いだけで済まそうと思ってらっしゃるんだと感じたわ。そうでしょ。いや、驚きました。お互いに気まずくなくこの縁談を中止したいとおっしゃりたいんでしょ。だがあなた一応して二を知らないところもありますよ。僕にはあなたの縁談は全く寝耳に水だったのです。だから結婚する意思なんかは少しもないとおっしゃるんでしょ。しかしあなたにお目にかかってみると僕はあなたがとても好きになったんです。でも僕はどんなにあなたが好きになってもあなたと結婚する資格はないんです。なぜですの。僕がこっちに帰るまで結婚するつもりでいた、いや結婚しなければいけないと思ってた相手があったのです。それで今は好きだとおっしゃるんですわね。私がしかしやっぱりあなたとは結婚できません。あなたが嫌な奴だと言って知り解けてくだされば僕は潔く引き下がります。誰も嫌な奴だなんて思っていないわ。でも僕には愛人があるんですよ。まあ面白いわ。こんなに正直な方だとは思わなかったわ。あなたがそんなに正直ならその女の方を騙してなんかいらっしゃらないでしょ。その方とは本当の恋愛じゃなかったんだわ。一二度会ったばかしですぐ私を好きになってくださるようでは。去年の夏、新太郎さんもこれ来たわね。軽井沢から帰って間もなく。そうね。新太郎さんとても情熱家よって、あなた感心してたじゃないの、その時。あら、いやいや、そんなこと言っちゃ。ああ、そんなこと言ったの。まあ、いやだわ。誰して冷やかしなんて、今日よ。新太郎さんと二人でなくちゃダメだったんでしょ。あら、また。これで豊美さん、少しは元気が出たよね。しかし、なんとなく顔色が良くないな。なんともないのよ。どっか悪いんじゃない？いいえ、別に。でも、その方が本当にあなたを愛してらっしゃるとしたらお気の毒ね。私、あなたがその方を不幸にさえなさらなければそれでいいわ。愛人があったことなんか構わないんだけど。入江さん。え？あなたは僕と結婚してくださるつもりですか？あなたがその女の方と無理でない別れ方さえしてくださるなら。私、今度は初めから楽しかったのよ。なんとなく嬉しかったの。上等でお式を挙げて
ご披露には高島座のかつらをかぶるの。お振り袖を着てね。お眠るには。そうね。襟元に花飾りつけるって言います。とても可愛くなることよ。そうね。そうするわ。とみちゃんも洋装するととってもいいと思うんだけど。私素敵よ、きっと。ダメよ、私なんか。そんなことないわ。慎太郎さんだってきっと喜んだよ。そうかしら。でも自分が着なくても洋装に習いたいと思うことあんのよ。まさかデザイナーになるわけじゃないんでしょ。でも覚えといた方がいいわ、何かの時に。何よ、外交官夫人のくせに。ねえマダム、お式の1週間ぐらい前まで必ず間に合わせてね。間違いなくお届けしますわ。きっとよ。ねえ本田さん、マダムの間違いなくは少々心もとないから、あなたにもよくお頼みしておくわよ。承知いたしましたわ。いやに信用ございませんのね、私。だってそうなんですもの。ねえマダム、豊美さん洋装するといいわね、きっと。はば、とよくお似合いですわ。私たち二人はね、とても仲良しなの。一度だって喧嘩なんかしたことないわ。4年生の時までお揃いのセーラー着てたのよ。あの頃の豊美さん、とっても洋装似合ってたのよ。お二人ともお綺麗だから、さぞお友達に妬まれたことでございましょうね。そう、洋服屋ちょっと寄りたいの。一緒に来てくださる？ええ、お供します。ぜひあなたに見ていただきたいのよ。これから慎太郎さんとこへ行く？ええ、桐生からお帰りになってまだ一度もしてないのよ。そう、よろしくね。ええ、お帰りになるか分かりません。この頃は大抵遅いんでございますよ。そう、じゃあまたお伺いしますわ。これお部屋へ。せっかくおいでになったのにね。お帰りになりましたらよろしく。ごめんなさい。豊美ちゃんは未知っぺんは結婚するんで悲観してんのよ。
そんなことないわ。だけど、いや、そうよそうよ、豊美ちゃんと道ってはいささか同世代の傾向がございましたからね。皆さん何と思います？分かった方は手を挙げて。どうしたの？気分どう？もういいの、ごめんなさい。今日なんか泣いて、私もっと悲しくしていたかったのに、ごめんなさいね。本当にもういいの？ええ、大丈夫。どうしたの？泣いたりして。皆川さんが変なの。桐生から帰ってずっと、もう愛されてるように思えないの。そんなはずないわ。あれからも会ってるんでしょ？ええ、二度ばかり会ったの。たった二度？下宿に訪ねて行ってもいないことが多いのよ。折り入って話があるって言いながら、その話をしようともしないの。変ね。まさかお家の事情に任されるような皆川さんじゃないと思うけど。だけど私もその話をされるのがなんだか恐ろしいの。まあ、なぜ？私ね、あの方が私を愛してくださらなくなっても、あの方を捉えておかなくちゃならない理由もあるのよ。大丈夫よ、皆川さんに限って絶対にそんな卑怯な真似をする人じゃないわ。そう信じたいの、私だって。だけど私に対する言葉や態度が前のあの方とはすっかり変わってしまったの。言ってることなさることに誠意がないの、愛情がないの。まあ、あの方なんとなく私をごまかそうとしている様子なの。私からうまく逃げていこうとしているとしか取れないの。おうちのために犠牲になるっていうのなら私にも考えようがあるわ。あの方、長男で責任が重いんですもの。
いくら長男でもそんな旧式なバカな結婚って今時ある？だけど事情さえよく言って別れてくれとおっしゃるなら別れてもいいのよ。あの方に会ったことが大きな不幸だと思えば私諦められるわ。許せないわそんなこと。別れ方に誠意があるとかないとかは末の問題だわ。私だってそう考えたいの。だけど私は愛しなくなった男の愛情を求めるなんて悔しい。私このままだったらあの方を憎むよりおかないわ。あんまり深く思い詰めない方がいいわ。皆川さんだってあんなにあなたを愛してたんですもの。ねえ美智子さん、私ね。何？いいんですか？何今のこと。いいの、何でもないことなの。嫌だわ気になって。何？うん、何でもないことなのよ。気になるわ。なんだか。ごめんなさい。ねえ、それより早くいらしてあげてよ。皆さん待ってらっしゃるわ。私も思い切ってこれからあの方のとこ行ってみるわ。それがいいわ。一人で大丈夫？ええ。じゃあしっかりおやんなさい。あなたが不幸になったりしたら私まで悲しいわ。本当にごめんなさいね。あら、いやいや、謝ったりなんかして。お式24日ね。1週間ね。それまでお会いできないかもしれないわ。でもあなたがあんまり悲しそうだと私お式をあげるの嫌になるわ。いや、そんなこと言っちゃ。豊美さんのこと、なんだか気がかりだわ。うん、しかし、皆川はもうあれほど固い決心で国へ帰ったんだからな。があるの。
強いじゃありませんの。無茶だわ、あなたは。豊美さんはどうしてくださるの。いや、僕もあなたにお断りしたいと思っていたところです。豊美さんはさっきあなたのお家へ行くと言って別れたばかりよ。一度お会いしたかったのよ、あなたに。私だって忙しいからついそのままになっていたけど。ああ、おめでとう。そんなことどうだっていいわ。豊美さんが不幸になったら私だっておめでたくなんかないわ。僕が悪いんです。どんなに責められても仕方ありません。どうしてあなたは責められてもいいなんておっしゃるの。仕方がなかったのです。まあ、じゃあやっぱり。ついいろんな事情で婚約してしまいました。今となっては破ることができないのです。あなたはそれでいいと思うの。かわいそうだわ、豊美さん。さっきの方がそう。ええ、そう。もうこんなに親しく付き合ってらっしゃるなら、何もお家の事情や義理でいやいや婚約なさったわけじゃないのね。あの方に心が移って豊美さんをお捨てになったのね。僕は豊美さんが僕を通り魔だと思って諦めてくださればと思うんです。そうよ、あなたは悪魔だわ。恐るべき隙間だわ。悪いことと知っていながらやるんだからなおひどいわ。人の心を品物扱いなんかして。私も豊美さんと一緒にあなたは一生恨んであげるわ。ともかく今夜は家へ帰ってください。豊美さんきっとあなたの帰りを待ってるわ。帰りましょう。僕は決して逃げ隠れはしません。確かに僕が豊美さんを不幸にしたんです。ねえ、早くお帰りになってください。そして豊美さんの心を傷つけないようにあなたにできるだけのことをしていただきたいわ。すみません。稲川ってそんなやつだったのかな。豊美さんはあんな人に紹介するんじゃなかったわ。私悔しいわ。あなたと恋愛関係だったって方、あの今の人。いいえ、違います。でも理由ありね。あなた急に憂鬱になっておしまいになるんですもの。ちょっとお家をお寄りにならない。いや、これで失礼いたします。あなた深刻ボーイね。明日の朝お電話くださいね。待ってますわ。あなたの問題が片付くまで私あなたのいいお友達でいますわ。ありがとう。さよなら。さよなら。さよなら。
ずいぶん待ったのよ。美智子さんに会いました。どこで？ホールで。ホールやなんか近頃いらっしゃるの？あなたが待ってらっしゃることを聞きました。それで帰ってらしたのね。お話があるの。僕もです。遅いの。僕はどんなにあなたから責められても仕方がありません。ひどいと思うわ。国に帰ってみて両親の困りきった顔を見ると、どうしても向こうの縁談を断りきれなかったのです。僕の意志が弱かったからです。豊美さん、どうか僕を憎んでください。そして嫌いになってください。嫌いになって？お願いです。嫌いになってください。そんなこと、あなたはそれでいいの？それで気が済むの？すまないと思ってます。しかし今となってはどうにも。どうにもできないとおっしゃるのね？しかし結婚以外の点ではどんな償いでもします。まあとにかくこうなってしまった僕なんかと結婚なさるよりも、あなたにはもっといい幸福があるような気がするんです。ないわ、そんな幸福なありませんわ。どうか僕を憎んで、嫌いになって。あなたがおっしゃらなくても、もうあなたを憎んでいます。別に幸福を求めるなんて、私の幸福はあなたとご一緒のところにあるはずでした。あなた家庭の事情だなんておっしゃるけど、みんなそれは嘘よ。全く家庭の事情なんです。いいえ、私を嫌いになったのよ。私を嫌ってらっしゃるんだわ。あなたを好きな気持ちには変わりありません。ただうちの事情が、父はまるで気違いのようになって、自殺すると言って担当なんか振り回して。もしあなたのおっしゃる通りなら、もっと悲しんでらっしゃるはずよ。気違いのようになって悲しんでくださるはずよ。あなたは困っていらっしゃる、悲しんではいらっしゃらないわ。あなたは私の心と体を持って遊び、今になって他に幸福を求めるなんて、卑怯だわ、卑怯よ。私は、言わない、もう言う必要ないわ。あなたみたいな薄情な方に。小林と私まで死にそうだわ。あくまでは、あなたは豊美さん、触らないでちょうだい。あなたに束の間でも荒れ身を食おうと考えたことなど、私の一生の恥辱だったんだわ。あなたのどこかにまだ両親が残ってると考えたのよ。私、大バカだったわ。しかし僕だって。いいえ、あなたの学問や教養を信じたのが私の誤りだったの。いいわ、私あなたを一生軽蔑してやるわ。もうあなたとは会いません。豊美さん、豊美さん、送りましょう。あなたに送っていただくなんて怖いわ。これ以上どんなひどい目に遭うか分かんないんですよ。
どうしたんです、お前。お父様、すっかり怒ってらっしゃるんですよ。もう12時過ぎじゃありませんか。いくら女学校時代のお友達に久しぶりで会うからってほとんどあるじゃありませんか。すいません。少し気持ちが悪かったの。こんな時は自動車に乗って1分でも早く帰るもんですよ。お父さんに謝るんですよ。よくね。バカ。結婚前の娘が今まで何しとるか。まあどうかあなたご勘弁を。豊美にはよく言い聞かせましたから。すいません。お前、本当に今までミツコさんとご一緒だったんだろうね。そうよ。私、泣いたの。顔変でしょ。なぜ泣いたりなんかしたの。だって、ミツコさんがお嫁に行くんですもの。それならいいけれど。気持ちが悪かったらこれを飲みなさい。もういいのよ。お父様にもお母様にも言えないこと、あの人にも言わなかったの。だって悔しいんですもの。その子の母を愛さないような父はあってもなくてもいいと思ったの。このまま私が母になるとしたら、お父様のない赤ちゃんです。でも私はその子を自分一人の力で立派に育てていこうと決心しました。そして私一人でのもう一つの新しい生命を育て上げて二人して憎んでやるわ。そして機会があれば復讐もしてやろうと考えました。でも私は本当に愛していたから許したのです。だから今私は少しも後悔はしませんの。もし皆川さんに会っても、もう私のことは何もおっしゃらないでください。子供のことも、子供が大きくなってからあの人に言いたいの。今はあの人から受けられるだけの被害を私は受けたいの。バカだわ、トレミさん。バカよ。船田さんからお電話でございます。自動電話のそうでございますから。